ポニーマック、1862年12月22日から1956年2月8日は、アメリカ合衆国、マサチューセッツ州、イーストブルックフィールド出身の元プロ野球選手、監督。ニックネームは、ザトールタクティシャン。MLB のパイレーツで3年、アスレチックスで50年と、計53年間にわたって、監督として、指揮を取った。 1887年、1886年、ワシントン DC にナショナルズが設立された際、イースタンリーグのハートフォード球団からナショナルズに入団した。5年目の1890年に、マックは他の選手と共にプレイヤーズリーグのバッファロー・バイソンズで1シーズンを過ごす。マックは打力のある選手ではなかったが、プレイヤーズリーグでは20もの支給を受けた記録が、 残っている。プレイヤーズリーグ解散後の1891年から1896年までパイレーツに在籍1894年以降はパイレーツの選手兼任監督となり1896年まで試合に出場していたがその後は監督に専念するようになった。1894年から3年間は ピッツバーグパイレーツで選手兼任監督を務める。1901年、フィラデルフィアアスレチックスの球団創立に共同経営者として参画し、自ら初代監督に就任した。ユニフォームではなく、スーツ姿で指揮をとっていた。1915年、前列左の女性がマック夫人1926年、ワシントンセネタースとの開幕戦で、 セネタース監督のバッキー・ハリスと握手するコニー・マック、その後、1950年までの50年間、87歳まで監督として指揮を取り続け、この間に9度のアメリカンリーグ制覇と5度のワールドシリーズ制覇を成し遂げる。退場処分となったのは1895年に、パイレーツの選手権人監督の時に一度あるきりで、アスレチックスを率いていた50年間は一度も、 体場処分を受けたことがなかった。スーツ姿で指揮を取り続けたマック監督は20世紀前半の MLB の象徴でもあった。1922年にオーナーベン・シャイブが亡くなった後はオーナーとなったベン・ジュニアより経営の全権を委任され、ベン・ジュニアが亡くなった1936年以後はオーナー兼監督となった。 1934年には、日米野球のため日本を訪れ、ベイブルースやルー・ゲイリック、チャーリー・ゲイリン・ジャーラ・ MLB 選抜チームの監督として、日本各地で試合を行った。当時のアスレチックスの本拠地、シャイブ・パークは、マックの功績を称えて、コニー・マック・スタジアムと呼ばれ、アスレチックスが1950年代にカンザスシティに、移った後もナショナルリーグのフィラデルフィア・フィリーズの、 本拠地として1970年まで使われた。また、現在のフィリーズの本拠地、シチズンズ・バンク・パークのそばに、マックの銅像が建てられている。コニー・マックとジョン・マグロー1938年4月18日監督退任後の1956年、93歳で死去。53年に及ぶ監督生活の中で、通算3731勝を記録するが、これは、 MLB 史上最多勝利、敗戦数である。1937年に、米球界で殿堂入りを果たしている。息子アール・マックは1910年から1914年に、アスレチックスの選手で、1937年と1939年には、病気休養の父に代わって、代理監督を務めた。孫、コニー・マック三世は1983年から2001年の、 間、会議員、上院議員を務め、その子、コニー・マック4世は2005年から2013年まで会議員を務めた。1934年に日米野球で日本を訪れたマックは、マスメディアに向けて日本に対する印象を語っている。日本の選手の試合に臨む態度は実に立派であって、アメリカ合衆国へこのまま連れて行っても、絶対に恥ずかしくないと断言した。 初の日本訪問だったにもかかわらず、球場に詰めかける日本人に対して温かい眼差しを向け、野球好きの日本人が敵になるはずがないと確信していた。マックは日本に忍び寄る軍国主義の影も同時に感じ取っていた。次元には日本人の笑顔の背後に何があったかわからない。だが戦争の影はこの当時巻かれていた。我々の部屋は絶えず監視され、 それは、どこへ行ってもつきまとっていたと記している。公認野球規則においては、監督にユニフォームの着用を義務付ける規定はない。畑野勝る。日米野球史、メジャーを追いかけた70年。PHP 新書。P102 から103。ISBN978 から45億6961万8487。畑野勝る。 日米野球史、メジャーを追いかけた70年、PHP 新書、P123 から125、ありがとうございます。